エアリーセンスです。よろしくお願いします。すごい。皆さん元気ですか？はい、今日はキノコトコちゃん、そしてエイナちゃんの誕生日ということで、今日は最後までみんなで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、それではですね、どんどん曲の方にも行きたいと思うんですけど、じゃあ曲の説明をいいですか？はい、はい、続いて2曲歌わせていただくんですけど、この曲は、今のエアリードコサという曲と、続いて歌わせていただく砂時計、君がくれた奇跡という曲を3つ合わせてサードシングルに収録されています。はい、サードシングルはまだね、発売されてないんですけど、4月に発売予定なので、もうすぐ、来月です。はい、おー、楽しみに待っていてください。はい、はい、OK? はい、それでは、2曲続けて聴いてください。
最初に歌った3曲ですね。来月 CD 発売なので皆さんよろしくお願いします。はい、そしてですね、イベント告知もしたいと思うんですけども、明日が佐賀県の方でライブさせていただきます。はい、そしてそして4月1日にそこのドラムレジェンドさんでライブがあるので4月1日です。はい、来てください。はい、そしてですね、来月から4月からですね、毎月福岡で、第1、第3金曜日に定期ライブを行うことが決まっています。はい、こちらはですね、天神ポケットさんにて、定期ライブさせていただくので、第1、第3金曜日、6時からかな、夕方、夜なので、仕事終わった後とかに、ね、来てもらえるといいなと思うので、よろしくお願いします。はい、それではですね、寂しいんですけど、次が最後になってしまいます。はい、最後の曲は、キュートさんの都会の一人暮らしという曲なんですけど、盛り上がれる曲になっているので、皆さん最後は盛り上がっていきましょう。
めてよという方も今日もしかしたらいらっしゃると思うんですけど、はい、ありがとうございます。ぜひまたね、福岡たくさん来ますので遊びに来てほしいなと思います。はい、そして今日は本当に人気のことこちらさせて、えにゃん、お誕生日おめでとう。はい、皆さん最後まで盛大に今日はお祝いして帰ってください。それでは以上、エアリーテンスでした。ありがとうございます。